私は最近、多分ファンの方は気づいてると思うけど、ほとんどテレビも出てないし、何もしてないですね。ので、そう、何か一つ変化は欲しいよねっていうのはわかります。もう、行き詰まってますよね。私が仕事を取ってこれるほどの知名度とか話題性もないので、だから最近多分私のあのファンの方、多分私を見てて超退屈なんだろうなって思うし、私自身もなんかメールとか送りたくても本当に書くことがなくて、なんか書いてても寂しくなるっていうか、今日は何々してますみたいなのがないし、だからなんかファンの方が超退屈してるんだろうなっていうの分かるし、だからその後輩に興味を、新しいその新たな魅力が見えてくるメンバーとか、これからが楽しみなメンバーに興味が湧くのもめっちゃ分かるっていうね感じ。本当に私のファンの方は優しい方が多すぎて、みんなが幸せでいてくれますようにと願っております。私は、私のファンの人が幸せでいてくれたら嬉しい。なんかちょっと私も頑張ります。本当に頑張ります。まあまだ何もあれ出てないのでね。あ、けん玉だ、けん玉、けん玉しようとしてたんだ。じゃーん、けん玉。これね、立たなきゃできないんですよ多分ね。でもこれ全身は入んないから、ちょっと手元だけになっちゃうんですけど、いいですか。あ、やばいやばいやばい。もう全然できないんですけど。あ、何も映ってない。最近ずっと、最近じゃないな、もう最近はやってないけど、2ヶ月前くらいから暇だったので、結構けん玉をねずっとしてたんですよ。結構何個かね技をね習得したんですけど、カメラに映らないですね。みんなに見せたかった。全然できない。なんか事務所にけん玉があって、それで暇でずっと事務所でやってたんですよ。で、ハマっちゃって、けん玉買いましたもん。そう。